はい、皆さんこんにちは。田川広域観光協会高畑健こと永原です。どうぞよろしくお願いいたします。令和3年になりまして、初めての古代史講座をお送りさせていただきます。ただいま新型コロナウイルス感染症の感染防止のためにですね、緊急事態宣言発せられておりますが、新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を祈りしながら、今回も YouTube にてお送りさせていただきますので、どうぞ最後までお楽しみいただきたいと思います。皆さん今画面に映っておりますが、卑弥呼連邦のシンボルマークでございます。こちらは令和2年11月に古代史フォーラムにおきまして、卑弥呼連邦樹立宣言がなされました。このシンボルマークがその時に採用されましたシンボルマークでございます。私たち田川広域観光協会では、このシンボルマークのもと、さまざまな事業を展開してまいりたいと考えております。引き続き田川広域観光協会へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。それでは第19回田川広域観光協会古代史講座を始めさせていただきます。まずスライドをご覧いただきたいと思いますが、本日は田川郡と宮古郡を中心にお話を進めさせていただきますが、実はこの内容につきましては以前ですね、第10回古代史講座におきまして、我らが福永晋三先生よりお話をいただいております。本日は2名の講師よりもっと掘り下げてですね、この内容を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして一冊本をご紹介いたしますが、福永先生よりも前にですね、宮古町のことについて書かれました村上俊夫先生、河原町郷土史会の第2代の会長さんでおられますけど、田川啓地区の歴史というような本を出版されております。福永説によりますと、なんと村上俊夫先生は津賀の荒人のご子孫であるというふうに、福永説では言っておりますので、皆さんこちらの本もですね、ぜひご購入いただいて、しっかりと、勉強をしていただきたいなというふうに思っております。次に、今日本日の内容でですね、宮古町の、内容がしっかりと出てきます。で、宮古町といえば、三大石室古墳が有名で、綾塚古墳、橘塚古墳、兜塚宝墳とですね、こちらの3つの古墳は日本でも有名な古墳でありますので、まあ、こういった話とですね、次にこちら西日本新聞の2020年11月4日の記事でございますが、なんと宮古町に古代のダムがあったんじゃないかということで、こちらの記事も後ほどしっかり読んでいただきたいと思いますが、話題になっております。そして本日はですね、2部構成となっておりますが、全体的に宮古町の古代ダムというキーワードをですね、皆さん最後まで覚えておいて、この古代ダムについて一部でも二部でもお話が出てきますので、楽しみにしていただきたいというふうに思います。それでは早速ではございますが、第一部はですね、宮古町の歴史民俗博物館井上信孝さんより、宮古町の古代文化というテーマでお話をしていただきます。それではよろしくお願いいたします。井上さんは、宮古町の黒田小学校のご出身でいらっしゃいます。で、黒田小学校の高知内といった方が正確だと思います。そこに橘塚古墳という
非常に大きな石室古墳がございまして、これを6年間見てお育ちになって、でそれで、やがてはですね大学を出になって、宮古町の学芸員になられたという、非常にそういった意味で、小さい時から、考古学に、興味を持たれた方です。で今宮古町で、非常に大活躍をされておりまして、私どもも、この井上さんに、何度も、宮古町を案内されてですね、私の方の古代史も、いろんな意味で、研究進展が、進むことになりました。その郷土愛の強い、井上さんに、今日はですね、宮古町を中心に、旧宮古郡を中心に、まあ、田川郡も少し入ると思います、とにかく福岡県の東部の方にですね、やっぱり古代の、文化文明が栄えていた、古代史が確実にそこにあったという、その人間の歴史として、考古学の方面を語っていただこうと思っております。それでは井上さん、よろしくお願いいたします。それでは先ほど福永先生の方からご紹介いただきました宮古町歴史民族博物館学芸員の井上と言います。よろしくお願いします。今日は田川のですね、広域観光協会からのお招きということで、どうもありがとうございます。田川郡とは、境を接しているんですが、ほとんどですね、文化的なお互いの交流というかが少し乏しいところが見られるかと思うので、私なりにですね、宮古町、もう本当に隣町のですね、いろんな文化財について、皆さんにご紹介できたらと思いまして、今日、説明させていただきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは早速なんですが、パワーポイントの方で、宮古町の古代文化という題で、論を展開させていただきたいと思います。こちらの方ですね、弥生の遺跡から出てきたそれぞれの遺物なんですが、後ほどですね、この2つの遺物について、ご紹介させていただきたいと思います。でまず宮古町の位置なんですが、先ほども言いましたように田川郡とはですね、境を接しておりまして、河原町とですね、山を隔てた場所にあるのが宮古町勝山ということになるんですが、勝山、西賀、豊津というですね、この3つの町が平成18年にですね、合併しまして、新たに宮古町として発足しております。北は北九州市ですね、小倉南区と南は大分県ですね、中津市と境を接しているという、県内の町でもかなりですね、大きな町というふうになっております。で町が広ければですね、山の高低差が生じるということもありまして、宮古町西川と勝山黒田のですね、高低差1000メーターを超えるというですね、非常に高低差のある町としても知られております。で、この山頂が合併することによって、いろんなですね、それぞれの、町がですね、古代より、文化のですね、花開いたところということで、さまざまな文化財があるということになっておりますが、この旧ですね、豊津町の歴史民俗資料館で、を舞台にですね、文化の拠点という位置づけがなされまして、現在、宮古町歴史民俗博物館として運営されておりますが、こちらをですね、旧山頂のそれぞれの町に見られるいろんなですね、貴重な文化財を収蔵している建物がこちらの私が勤務しております博物館ということになります。で、数年前リニューアルをしまして、いろんなですね、展示室に分かれているところなんですが、古代とですね、幕末に舞台になった、豊津町、旧豊津町ですねと古墳、貴重な古墳がですね、展開している旧勝山町で、山岳修験道とか、あといろんな貴重なですね、
山笠とか、まあ、中世にいろんな文化が栄えた西賀町というですね、それぞれの町が重複することなく文化の中心、それぞれのですね時代に花開いた文化財が、貴重な文化財がですね展示されております。で、中でも先人顕彰のコーナーを新たに設けまして、夏目漱石のですね、弟子で、小説三四郎のモデルになった小宮豊隆のですね、ゆかりのですね漱石からのお手紙とか、そういった貴重な資料をはじめ、NEC の創業者で、トーマス・エジソンの弟子だった岩谷クリン飛行で、昭和の元号考案者であり、平成の天皇のですね、名付け親ですね、継ぐ宮明人という称号を考えた吉田松蔵、そういったいろんなですね、功績を残した人物についてもご紹介をしているところです。で、今この博物館の展示がですね、文化財と人物というですね、大きく、2つのですね、貴重な町の特色を生かした展示をしているということになります。で、こちらが小宮豊隆記念展示室なんですが、貴重なですね、夏目漱石の手紙等々を展示しているところです。で、右側はですね、漱石の直筆のお手紙が並んでいるところです。で、こちらからですね、宮古町の、キャラクターですね、宮古くんといいますか、この左側のキャラクターですね、宮古町をイメージして作られたものなんですが、三重の塔のですね、帽子をかぶって、さらに神楽のですね、衣装を着ているという、そういったキャラクターをですね、登用しているところからも文化財ですね、町ということが伺えると思います。宮古町というですね、この町の名前なんですが、平成18年にですね、合併する直前にですね、公募しまして、旧、郡名ですね、宮古郡というですね、この郡名の宮古というですね、名前をひらがな表記したものになるんですが、まあ、日本書紀の記載から始まって、それぞれですね、まあ序列してあるように、いろんな文献に宮古というですね、名前が出てくるんですが、いろんな書き方がですね、されております。で、考古学の方の遺物もですね、実はまあこういった京都郡って書いた宮古郡の表記がされている遺物が出土しておりまして、左側のですね、木簡は太宰府、福岡のですね、高炉館跡ですね、古代の迎賓館跡から出土した木簡に記載されている、宮古郡からお米をですね、それぞれ納入した時の荷札木簡になるんですが、この時すでにもう京都郡のですね、宮古郡が使われているということで、名前一つとっても歴史の古いですね、名前だということがお分かりいただけると思いますが、宮古というですね、名前はその土地の中心であったり拠点であったりというですね、意味合いが今でもあるんですが、そういった宮古ですね、という名前が付けられたこの地域がですね、古代から中世にかけていかにすごいところだったかということをですね、皆さんにこれから考古資料を中心にですね、ご紹介させていただきたいと思います。遺跡の町宮古ということで、まず宮古町の歴史どこまで遡れるかというですね、ことになるんですが、古いもので、こちらの資料がございますが、約3万年前のですね、ナイフ型石器ということで、宮古町では取れないですね、石材を利用した切り出し型のナイフが出土しておりますが、これが約3万年
くらい前のですね、ものではないかということで、これが人がですね意図して作った道具としてはこの近隣でも一番古い、道具ということになります。これは1万5000年とか1万7000年ぐらい前のですね、石器なんですが、真ん中のものは大分県の姫島でしか取れない黒曜石を使用したものでして、非常に貴重なですね、石材を使って1万数千年前にもうすでに宮古町に搬入してそれを加工したものというふうになります。で、左側のものは軽化木といいまして、木材のですね化石を利用したものなんですが、これも大分県のですね、県南の方によく見られる、石器の技法を踏襲したものです。非常に貴重なですね、宮古町の一番古い段階の資料ということになります。で、まず弥生時代の遺跡からご紹介をしていただきたいということで依頼を受けておりますので、それぞれですね私が担当した遺跡を中心に、貴重なですね吉野ヶ里時代、吉野ヶ里遺跡の時代からですね、ご紹介させていただきたいと思います。こちらからですね西川小学校の校庭からですね、姿を現した約2000年ほど前の、お米の貯蔵庫ですねの跡になります。学校の校庭からこのような形でですね、実際にお米の貯蔵庫が出てきた跡が出てきたんですが、このようなですね、今は削られて低くなっているんですが、実際には1メーターから2メーターぐらいのですね、高さがある、お米の貯蔵庫で、この頃のお米の貯蔵庫といいましたら高床式倉庫がですね吉野ヶ里遺跡等で見られると思うんですが、その前の段階は地下にこのようにですね貯蔵しております。で、そのお米を貯蔵した跡がですね20基ほどこちらの方の遺跡で見つかっております。このような形ですね。で、2000年ほど前の人が掘り込んだのが人物がいるところなんですが、右側の黒いですね、土は堆積した状況を表しております。で、黒いところだけを掘っていくのが発掘調査ということで、2000年ほど前の姿を、実際にこう出してやるというですね、そういった作業が発掘の作業ということになります。このような形で調査をしましたら20基ほどのですねお米の貯蔵庫が見つかっておりましたので、当時からですねもうお米を食べた貯蔵してたということが分かりました。で、このような形でこういろんな各種の土器が出てくるんですが、これを洗ってみましたらこのような形でですね、はい、これが出土したそれぞれの遺物なんですが、これごく一部です。で、主なものを並べてるんですが、弥生時代の壺ですね。で、こちらの弥生時代の土器の破片なんですが、こちらは木の葉っぱのですね、模様をスタンプしたものなんですが、このようにですね、きれいな木の葉っぱの形をしているのでこの葉紋というですね、呼ばれているものです。で、貝殻等を使ってですね、使うものなんですけど、このような形でですね、いろんな模様がついた時も出ております。で、この矢尻についても、宮古町で採取できないですね、石材を使っております。で、中には佐賀県の伊万里のですね、越岳っていうところから主に取れる、黒色のですね黒曜石や、サムカイト、そういったものを使って、ですね、精巧な矢尻を作っております。これがそのアップですね。このような矢尻と、で、こちらがですね、佐賀県の伊万里
周辺で取れる黒曜石を使った矢尻です。でこちらが安山岩もしくは龍門サヌカイトと呼ばれるですね、石材ということになります。でこちらは学校のですね、OB が使った、スズリや先生が使ったインク瓶なんかもですね、出ております。で同じ犀川地域のですね、石なんですが、このように円形のですね、縦穴式住居跡、真ん中がですね、こちらがいろり、炉になります。で、このような穴は柱の穴ということで、この丸いですね、エリアが一軒の家ということになります。で、こちらの遺跡で最も注目される遺物がこちらのですね、彩色の壺ということで、すすのようなもので黒く着色した後に、おそらくベンガラと呼ばれるですね、土を焼いて作った赤いですね、赤色の、塗料をですね、すり込んで、塗ったものが見つかっております。これはお墓ですね。で、これも一つの縦穴式住居の跡で、真ん中に炉があります。これもいろんなですね、後世の柱を含めて、穴だらけになってますが一軒の、住居の跡ですね。で、こちらが弥生時代の土器が出土した状況です。でこちらなんですが、一つの土坑と呼ばれるですね、穴から見つかった土器なんですが、こちらの土器に注目していただきたいんですが、これ瓢箪型の土器ですね。このような土器になりますが、先ほどのようなこの刃文ですね、周りに巡らした瓢箪の形をしたですね、壺を2つ縦に重ねたような形をしております。接合してみて分かったんですが、このようなですね、少し色を塗った痕跡とかですね、で、見事な模様がですね施されているということで、近隣や九州でもそこまでですね、このような土器が出た例がないということで、吉野ヶ里遺跡の担当の方も非常に注目されている遺物ということになりました。このような形でさまざまなですね、模様がびっしりと、書かれておりますが、おそらくですね、お祭りに使った土器じゃないかというふうに考えております。これが先ほどのですね、土器、彩色の土器になりますが、黒いですね、下地の上に赤いですね、顔料を塗っているということがお分かりいただけると思います。で、細かく見ていったらこの口円ですね、口の部分の、刻みをですね入れた部分にも赤い顔料が塗られているということがお分かりいただけると思います。これが拡大したところなんですが、非常にですね、入念な模様の上に、びっしりとですね、赤い顔料が規則的に塗られているということがお分かりいただけると思います。同じようにですね、先ほどの伊万里さんの黒曜石を使用したり、サヌカイトを利用した石族矢尻がですね、出ております。でこういった石の剣ですね、こういった武器も出ておりましたので、弥生時代のですね、遺跡の特徴としまして、刈り取りの道具である石包丁とかと一緒に、このようなですね、戦いに使う、石の剣、石剣とかですね、そういった矢尻とかそういったものも合わせて出土するのが弥生時代の遺跡の特徴です。で、こちらが黒田江の遺跡ということになりますが、大規模なですね、集落跡が見つかりまして、これが発掘調査今ですね、赤で囲ってあるところが一つの、エリアになりますが、全般的にはこの茶色い部分全部をですね発掘調査しております。
でこれがごく一部なんです。写真に入る範囲なんですが、総勢で、竪穴式住居が弥生時代から古墳時代にかけて、110件ですね。で、丸いですね、このような穴は冒頭で説明しました、弥生時代のお米の貯蔵庫の跡です。で、このですね、丸く柱が巡ってあるのが大隈城遺跡の方で、説明しました円形のですね、竪穴式住居跡で、これが方形ですね、四角い竪穴式住居の跡ということになります。で、9本柱がこのように形でこう規則的に並んでるんですが、これについては、高床式のですね、倉庫の跡ということで、弥生時代から古墳時代にかけての、大規模なですね、集落跡が見つかっておりまして、お米の貯蔵庫だけを数えてみましたら140基というですね、この近隣の発掘調査事例の中でも非常にですね、注目される集落の跡がそのままの状態で見つかっている遺跡です。でこれが一軒の家のですね、竪穴式住居の跡なんですが、真ん中に同じように炉があります。これもそうですね、ここに出ているのは土器のですね、破片ということになりますが、この周辺、炉の周辺で、炭とかそういったものが見つかっておりますので、炉として機能してたんじゃないかというふうに考えられております。これも一緒ですね。でここに見える黒いですね、痕跡があるんですが、これは発掘調査前の、お米の貯蔵庫の跡ということになります。でこれはひときわ大きなですね、方形の竪穴式住居跡なんですが、真ん中に炉があるのと一緒にここにですね、一つ焼けた土の塊がありますので、複数の場所で、焚き火を扱う行為をしているんですね。で、かなり大きなですね、竪穴式住居跡なので、研究者によれば公民館的なものではないかっていう方と、このですね、集落の村尾さんの屋敷じゃないかというふうに意見が分かれているところなんですが、いずれにしても柱が規則的にですね、並んで一軒の住居としてはこの遺跡の中では最大のですね、竪穴式住居跡がそのまま出てきております。でこれは俗にこの近隣ではベッド状遺構と呼ばれる一段高いですね、壁に接する形で設けられた土壇の跡なんですが、真ん中からですね、いろんな土器の破片が見つかっておりまして、この竪穴式住居を放棄した後そのままですね、の状態で見つかっております。この中から石化と呼ばれるですね、石の武器が見つかっております。でこれが一つの貯蔵穴ですね、お米の貯蔵庫跡ということになります。でこれは古墳時代の竪穴式住居の跡なんですが、先ほどの炉と違ってここにかまどがですね、据え付けられておりますが、4本柱の住居ということが分かります。これも、丸いですね、円形の住居跡です。でこちらは2本柱のですね、住居跡ということで、少し小型のですね、竪穴式住居の跡ということになります。でこのような貯蔵穴ですね、お米の貯蔵庫跡が、140基見つかっておりますが、いずれも水はけが非常に良くて、お米の貯蔵には適してたんじゃないかというふうに考えておりました。で、ネズミの害とかそういったものも顕著になりまして、最終的には高床式倉庫にですね、移り変わっていくという、その前段階のお米の貯蔵庫跡ということになります。でこちらは石の鎌なんですね。まだ鉄の道具が非常に貴重な時代だったので、こういった今はですね、普通に金属で、金属が用いられている
道具も石のですね、石を、まあ、磨いて、鎌とかナイフとかあと剣とかですね、そういったいろんな道具を、作っておりますが、これは完全な形で、見つかった、石の鎌です。でこちらが高槻の公園なんですけど、一つの穴に粘土をですね、きれいに敷き詰めて、こういった形で、収められておりましたので、これはおそらく祭りごとをですね、した後じゃないかというふうに考えております。でこれが石の鎌ですね。この石から見つかった鎌の中でも先ほどのですね、穴から見つかった石の鎌が一番きれいなですね、形をしております。でこちらはこの石で見つかった石包丁の代表的なものを並べてみたんですが、こちらですね、大型の石包丁、これは中には武器に使ったんじゃないかとか、バラ切りに使ったんじゃないかとか、いろんなですね、用途がまだ判然としないところが多いんですが、とても片手で使うには重いですね、そういった、まあ、石包丁と呼んでいいのかどうかすら思うんですが、このようなですね、ものと、あと通常ですね、稲の穂先を刈る、石包丁が合わせて使用しております。飯塚ですね、周辺でよく見られる、まあ、産地石ということで、まあ、俗に記録業界館と呼ばれるこの小豆色の石ですね、こういった石材を利用した石包丁もですね、各種いろんな史跡から出てるんですが、この史跡からもですね、出土しております。でこちらは石の剣ですね、これは切っ先になるんですが、先ほども申し上げましたように、やはり蓄えとか水とかですね、田んぼに必要な水等々を巡って、村同士のですね、戦いが展開されたものというふうに考えられておりますが、刈り取りの道具と同じようにこういったですね、戦いの道具が出てくるのが弥生時代のこの時代のですね、遺跡の特徴ということになります。これもそうですね。で戦いに勝った方はですね、まあ、その集落その地域の長にですね、なっていくわけなんですが、これは石の矢尻ですね、こういった石を磨いて作った矢尻もあります。これも石の武器ですね、石火と呼ばれるものなんですが、通常槍はこういったですね、こういうふうに刃がつくんですが、まっすぐ絵をつけるんですが、この火と呼ばれるものはこの野球のバットのように横にですね、絵がついて、相手の喉とかめがけてですね、振り回して突き刺す、そういった武器ということになりまして、これは絵にですね、まあ、装着するための、紐を通した穴ですね、金箔用の、紐を通すための穴ということになります。これはちょっと珍しいんですが、その石火を作るための、素材ですね、このように最終的には磨いてですね、穴を開けたものが石火になるんですが、これは石を荒削りしてこれから磨きの段階に入る状態で見つかっておりますので、まあ、製作途中のですね、用途で、用いられたものということになります。でこれは主なですね、石材を石器を並べたものなんですが、弥生時代のこの頃のですね、遺跡から出土する一通りのですね、石の道具が見つかっております。で先ほどの大隈城遺跡のものとは少し小ぶりで、模様も少ない、模様がないものなんですが、やはり、珍しい瓢箪型のですね、このような土器も出土しております。これちょっと写真を大きくしすぎてるんですが、ガラス製の勾玉ですね、
でこちらはあの弥生時代の終わりの住居と、古墳時代の初めの住居が重なったところから出てきたので、ちょうどその端境ぐらいのですね、年代が想定されるんですが、ガラス製の間型って非常に珍しいので、このようなものもですね、集落の、建て主住居跡から出てきているということはこの地域ですね、かなり、いろんな意味で、この、地域の中でも、拠点集落だったんじゃないかということが想定されております。でこれは炭化米ですね、まさにお米そのものということになるんですが、炭化したお米も出ておりますので先ほどのようなお米の貯蔵庫ですね、の中から見つかっております。で、このような各種の弥生土器も出てきておりますが、中にはですね、これ本当にどうやって作ったんだろうっていうぐらいですね、起筆が薄い、非常に、もう本当に、すぐ割れてしまうようなそういった薄いですね、非常に薄い亀等々も見つかっておりますので、この頃のですね、土器の製作技術の高さが伺えるものです。でこちらは豊津地域ですね、国分寺国府がある周辺になりますが、現在開通しております東九州自動車道ですね、発掘調査に伴って、検出された遺跡です。で道路幅をですね、このように、発掘調査しましたら、弥生時代の終わり後のですね、溝が見つかりまして、そこからいろんなものが出土しております。でこちらが検出された、溝なんですが、このですね、溝がこのような形で、検出されているのがお分かりいただけると思います。でこれがですね、その溝の拡大したところなんですが、非常に水が湧きやすい場所でしたので、およそ1800年前のですね、木材が腐らずにそのままの状態でですね見つかっております。このような形ですね、いろんな木材が見つかっているのと同時にいろんなですね、土器や生活雑器等も見つかっております。でこれちょっと暗くて見えないんで見えにくいんですが、これしゃもじですね、もうこの頃からご飯をよそってたこのしゃもじが現在とほとんど変わらない形状をしているということがお分かりいただけると思います。でこれ皆さんなかなかこうお分かりいただける方はあってピンとくる方多いかと思うんですが、スコップの絵ですね、月の絵ということになりますが、これも今のホームセンターで、販売されているようなすきの絵ともほぼですね変わらないすきの絵ということになります。これはボールですね、輪型になっているんですが、木をくり抜いて作っているんですけど、木目の真ん中からですねくり抜いておりまして、同心円状にですね、口に行くほど、広がっているのがお分かりいただけると思いますが、弥生時代のこう美意識を意識させるようなそういったですね、美意識が分かるようなそういった木材のですね、加工をしております。これ下から見たところなんですけど、非常に入念なですね、削りや磨きを入れているのがお分かりいただけると思いますが、この頃まだやはり金属というのは非常に貴重なものだったんですが、このようにですね、精巧な今でもなかなかこうできないような、木材加工をしているということが注目されます。でこれは高槻ですね、こういう土器もいろいろ各種土器が出ております。でこれは先ほどの遺跡でもご紹介しました、石包丁、刈り取りの道具ですね。で、石の矢尻、こういったもの、一般的に弥生時代の遺跡で出てくる道具と一緒にですね、製造機もほとんど
私も発掘調査いろいろこうしてきたんですけど、もう、このようなものが出土することほとんどないものになるんですが、これ青銅のですね、道具が、いくつかの部品に分かれて出てきているもので、分かりやすいように竹串をですね刺して写真を撮っているものです。で、まあ、俗に言う青物というふうに言われる青銅器なんですが、錆びたら緑青吹きますので緑色をしておりますが、この竹串のですね、それぞれの、これが一つですね、これが一つ、これが一つ、これが一つというように、バラバラの状態で出てきております。でこれをすべてですね、洗って、錆を少し落として、並べたものがこちらですね。これも銅貨と呼ばれるものなんですが、もともと武器でですね、使われたものなんですけど、日本に伝わってきて、このように巨大化してですね、実用には耐えれないということで、お祭りの道具としてですね、使われたんじゃないかというふうに考えられております。特にこの銅貨ですね、信仰の対象になったんじゃないかというふうに考えられるんですが、通常は信仰の対象になっているものは大切に扱われるべきものなんですが、非常にですね、雑というか、もうこの古神体自体、信仰の対象自体をもう破壊してしまうような、そういった行為がされております。まあ折ってですね、巻くというですね、ことがされているんですが、南古体にはですね、非常に執念深く引きちぎったような跡もありまして、壊すとか割ることに固執した痕跡がですね、伺えるものがこの銅貨です。ここの部分なんかもうめくり上がってますので、明らかにこれ熱した後にいくつかですね、何回かここの部分だけこう曲げてで、切り離している、そういったことが伺えるものです。このように精巧に作られた銅のですね、まあ、信仰対象物をここまで無残に壊す行為というのはなかなかこう他の遺跡でも見ることはできないので、非常に今注目されている遺物の一つなんですね。で、これまで対象としてたその信仰対象を破棄する、壊すというですね、そういった行為が如実に反映されたこの遺物については、今後いろんな解釈がされると思うんですが、この時代、古墳時代ですね、移行する前段階の時代ですので、そういった信仰対象物がこれからですね、古墳という形、一つのモニュメントに変わっていく、そういったことを表しているんじゃないかっていうですね、研究者もいます。で同じようにですね、この遺跡からいろんな木材が出てきてるんですけど、中でも一番注目されるものがこの、机ですね、案と呼ばれる机になります。で、ここの部分を見ていただいたらお分かりのようにですね、一部焼かれてるんですね。これも意図して焼いた跡というふうに考えられるんですが、これが机の足ですね。これもここの部分が焦げております。で、先ほどの銅貨と同じように、一旦祭祀がお祭りが終わった後ですね、現在もおみこしとですね、祭りが終わった後、一部飾り物を燃やしたりとか、そういったことをする行為があるんですが、そういったものに似たですね、お祭りを終えた後の、しまい行為というか、そういったことをしている痕跡が伺える資料です。で、今でいう経机のようなですね、用途で使われているんですが、このような机ですね、非常に出土することは珍しいので、こちらの方ですね、丁寧に取り上げて洗浄してみたものがこちらになります。で半分以上ですね、かろうじて、残っておりましたので、これをですね、反転ですね、ここの部分真ん中を取って、ここの部分を、反転させて復元して、
実際にですねこの机がどのような構造であったかっていうのを復元してみようということになりまして、復元することを試みました。で、こちらが、足が入っていた穴の跡ですね。このようにこう出っ張りがあるのがこの机の特徴ということになりまして、ここに一つの、横木の痕跡がありますので、この天板ですね、板の上と下を、この一つの横木で、サンドして、で、足で、止めてたということがですね、構造的に、分かったので、このですね、構造を立体的に復元することになりました。でこれが、まあ、足なんですけど、こちらもですね、実は机なんですね。で先ほどのものと若干、違うのは先ほどのような出っ張りがない構造のものです。これは笹遺跡というですね、福岡の方で見つかっている弥生時代の遺跡でも確認されているもの事例があるんですが、そちらとは先ほどのですね、最初にご紹介した机というのは構造が全く違っておりまして、この笹遺跡で見つかったタイプもこの遺跡で見つかっております。でこれを実際に地元の大工さんにですね、頼んで、設計図は自分たちが引いてでお渡しして、自分も一緒にですね、制作に携わったんですが、現在のこの鉄ののみカンナを利用しても非常に困難な作業だったんですね。で、厚さはもう1センチないぐらいの、このような木の足ですね、それを非常に細かく削っていく作業が展開されております。で、こちらの天板なんですけど、厚さが 1.2 ミリというですね非常に薄い木の板を加工しております。で、これ作った時は2月ぐらいだったんで、非常に乾燥した、まあ、時期だったんですけど、それでもいろんな反りや割れが入るということで、このですね、木材が、反ったり割れないようにいつもですね、重量物を上に乗せて、まあ、そういった反りとか割れが生じないような工夫をいつもしてました。で、これがですね、横木を上と下で、挟んで、この足で、を差し込んで上の鼻線と呼ばれるこの鎖でですね、止めている状況がお分かりいただけると思うんですが、この構造非常にこの大工さんに大工さんに聞いたんですが、この構造自体が非常にですね理にかなっているということで、なぜならこれがなかったら反りがと割れがですね、生じて、すぐにこのですね、台がまっすぐ立たなくなると。で平行でいつも平らな状態を保つことができるのはこの足の部分にあるこの2つのですね、横木を上からと下からでですね挟んで、なおかつこのピンで固定しているからだということで、およそ1800年前の技術とは思えないようなそういった技術を使っているということで、当初はですねこれ一体何の机かっていうふうに言われたんですが、これ1800年前の人が実際に作った机を復元してもらってるんですよ言ったら非常に驚かれてですね、とてもじゃないけど今の技術でもなかなかこれできないということで、このように鉄の道具を駆使してもやっとですね、できたということがですね、自分も手伝ってみて、分かりました。でこのように鼻線と呼ばれるピンで固定するんですけど、このようにですね細かい穴を開けたりとかですね、表面を磨いたりするのっていうのは非常に鋭く尖った
鉄のカンナやのみを使わないと到底できるものじゃないということで、で自分も一緒に、携わったんですが、このように板を作ることでも大変なんですが、このような形でですね、細かい穴を開ける作業を何回もやっぱり板が割れたりとかですね、穴が大きくなったりとか、そういったアクシデントがあったんですね。だからこの時代に鉄の道具がまだ貴重だったこの時代にですね、このような精巧な机を実際に作ってる、で遺跡からも出てるっていうこと自体が驚きだったんですけど、この復元作業によってそれがさらにですね、実証されたというか、自分自身も身をもって確認することができました。でこれが復元作業に使った実際の道具なんですが、全て鉄ですね。こういった道具がないと到底できるものじゃないというですね、作っていただいた先ほどの大工さんのコメントなんですけど、それくらいこういった精巧なですね、机をこの時代の人が作ってるということ自体がもう驚きに値するんですが、それも構造もですね、緻密に計算された木材加工のやっぱり専門集団がいたんじゃないかとしか思えないですね、そういった結論に至りました。これですね、これが完成した机なんですけど、鉄の道具を駆使してなおかつこの 1.2 ミリというで、あ、2センチというですね、非常に薄い板を作る際にはもう、電子制御の、カンナですね、コンピューター制御のカンナを使わないとここまで薄くできなかったということもありまして、一体当時の人はどうやってこれを作ったんだろうというもう本当に純粋なですね、疑問が湧いてきました。実際に作ったものが遺跡の遺物として出てるということ自体が驚きなんですけど、これですね、復元してみて、昔の人の技術の高さ、本当に感服させられました。下から見たらこういった形になっておりまして、横木を渡しているのがお分かりいただけると思います。でこれが帆船で止めているところですね。でこの出っ張りが何であるのか最初は分からなかったんですが、笹遺跡や他の遺跡で出ているものはこの出っ張りがないんですね。で、構造的にこの出っ張りがなかったら、実はここの足の部分のこの天板の板の部分がこの字に割れてしまうんですね。で割れたらもう使えないので、わざとこの出っ張りを設けることによって、その割れが生じないような工夫ということが作ってみて初めて分かったんですね。これだから実験考古学といいますが、実際にやってみて初めて、その用途が分かったというですね、やらなかったそれが分からなかったんですけど、非常にですね興味深い事例となりました。でこれが宮古町の豊津から出ている、鉄製の釣り針ですね。弥生時代の、遺跡から出土した鉄製の釣り針としては国内で一番大きなですね、国内最大の釣り針に位置づけられているものです。このような、非常に貴重なですね、もの、最大の、釣り針とか、先ほどのような類例がないような製造機の廃棄の仕方とかで、先ほどの机もですね、出っ張りのあるものはほとんど認められてないというように、全国でも稀に見るようなそういった規模であったりとか、評価のもの、弥生時代のですね、遺物が見つかっているのも宮古町の特徴ということになります。で今からですねお伝えするのが、古墳時代ということになりますが、これ後ほどですね、ご説明するように奈良とか大阪に匹敵するような古墳が展開しております。でこれは宮古町の中でも、一番古墳が密集する地域の勝山の考古写真なんですが、宮古町の本庁がですね、ここにありまして、この丘陵、通称
宗の観音という山がこちらにありまして、この丘陵上ですね、分かってるだけでも、780から800基ぐらいの古墳が展開しているということが確認できたんですが、確認されてないものを含めればおそらく1000基以上の古墳がこの丘陵だけで、展開しているんじゃないかというふうに考えられます。で、豊津地域、災害地域含めて、現在のところ、まあ、確認できる範囲で、1600基から1800基の古墳がですね、展開しているということが確認されておりますので、この頃ですね、この宮古町で、どのような政治的なですね、動きがあってこのような展開が見られるのかということについてご説明させていただきたいと思います。で、こちらがですね、宮古町役場本庁があります、場所なんですが、これが国道の201号線ですね。で、これずっと行きましたら田川郡に行って、こちらが行橋方面になります。で、先ほどの丘陵がこの丘陵ということになりまして、この丘陵にですね、さまざまな古墳が展開しております。で、これが先ほどの丘陵の遺跡の分布を赤色で示したところなんですが、この粒々が一基の古墳なんですね。で、確認できるだけで、この粒々のですね、古墳の分布が約800基ほど使っておりますので、この赤い範囲については確認されてないものを含めて、まあ、想定される範囲を示しておりますので、おそらく1000基は軽く超えるんじゃないかという研究者もいます。で、これ以外に勝山地域だけで4基の前方後円墳と2基のですね、終末期の巨石墳が展開しているところです。で、こちらが6世紀の前半から半ばにかけて作られた、扇八幡古墳ですね。この地域では最もですね、美しく墳丘が残っている古墳の一つですが、前方後円墳ですね。こちらが後円部で、こちらが前方部ということになります。修工から修邸からほぼですね、完存しておりまして、現在県のですね、文化財指定を受けている古墳です。で、前方後円墳の築造がですね、およそ6世紀の半ばぐらいに、奈良盆地を含めて、全国的にですね、衰退する傾向が見られます。で、その後に大型の宝墳がですね、天皇や貴族を中心とした中央のですね、お墓に見られる傾向になるんですが、そのような前方後円墳から宝墳にですね、移行する動向が顕著に見られるのがこの宮古町の黒田地域ということになります。で、こちらが、大型の宝墳であります、立花塚古墳ですね。で、こちらのちょっと小高い森に見えるのが、この地域では最後の前方後円墳である庄屋塚古墳ということになります。で、こちらがその庄屋塚古墳の航空写真になるんですが、こちらが後円ですね。こちらが前方部ということで、全長90メータークラス、残存全長で、まあ、90メータークラスなので、かなり大きな古墳に位置づけられるんですが、6世紀の半ば頃の築造された前方後円墳としては県内で一番大きなんですね、前方後円墳という位置づけがされております。で、これが6世紀の半ばのですね、前方後円墳になるんですが、この古墳をもって、この地域の、市長の系譜が一旦途絶えてですね、先ほどの、大型の宝墳である立花塚古墳に古墳の形が変わっていくということになります。で、前方後円墳ですね、出現期から、6世紀の半ばまで、市長といえばこの前方後円墳の形の古墳と
というふうに位置づけられてきたのが6世紀のですね、後半以降、大型の豊富に移行していきますが、その動向が見られます。これが先ほどの、庄屋坂古墳の実測図なんですが、通常この後円部に埋葬されるべきですね、主体部があるんですけど、この古墳についてはこの豊墳部分にもですね石室が確認されておりまして、この豊墳部分に開口しているこの石室の前室から見つかった須液と呼ばれるですね焼き物の年代型式から6世紀の半ば築造の前方後円墳という位置づけがされております。これが横穴石室ですね、前方部の横穴石室の、実測図なんですが、このような形で、水域が見つかっておりまして、この形式から形式から、6世紀の半ばという位置づけがされておりますが、墳丘の側面ですね、このように、半築と呼ばれる、いろんな土を護送積みしたですね、バフムクーヘンの島のような、そのような、人工的に築いた墳丘の跡がですね、痕跡が見られます。このように1000年以上経っても当時の墳丘の形がそのまま残っているっていうのは、このように、いろんな土を圧縮して突き固めてですね、作った強固な、転圧技術があるから、このような形で今も美しい墳丘の形が残っているんですが、意図的に壊さない限りは非常にですね、強い、土木技術ということで、これ半築と呼ばれるですね、技法になります。でこれは先ほどの、古墳からですね、四半世紀ほど経った後に作られた、立花塚古墳という豊墳のですね、白調査の風景ということになりますが、平成8年に範囲確認を含めたところで白調査がですね、宮崎大学と合同で行われまして、冒頭の福永先生のご紹介にありましたように、自分の母校である黒田小学校はここですね、ずっと見られた古墳を、このような形で発掘する機会に恵まれたんですけど、入庁してその年にこの発掘調査が行われたのも何かの縁だったと思うんですが、自分も発掘に一部携わってですね、自分が通ってた学校のですね、興味を持つことになったこの古墳の発掘を担当し、なおかつ、この古墳の構造がこのような形になってたのかということにびっくりさせした次第です。でこれが当時の、墳丘の上空写真なんですが、もう小学校のですね、校舎とプールに囲まれているような状況で、こちら側には、保育所がありまして、現在、認定こども園が建設されております。で、当初からこの古墳は円墳というふうに見られてたんですが、昔の卒業写真や、当時ですね、古い古墳の形を知る人は四角いお墓だったよっていうことが以前から言われておりまして、これ実は古墳じゃないのかっていうですね、ことが言われて、そういった面もありまして、墳丘の形態をですね、ちょっと確認する調査ということで、実施されております。で昔の写真見たら確かに裾がですね、広がっておりますので古墳じゃないかっていうふうに言われることも確かなんですが、これは昭和30年頃の写真ですね、これは木造校舎がありますが、古墳に近い写真の一番最後の段階の写真が残っておりました。でこちらが、先ほどの庄屋坂古墳の方で説明させていただきました半築のですね、状況なんですけど、
立花塚古墳も同じようにですね、黒い土と、赤い土が五層積みですね、しましま模様で、このように積まれているということが以前は確認されておりまして、これ昔の写真なんですけど、こういった貴重な写真も残っておりました。これは平成8年にですね、発掘調査をした石室内部の写真なんですけど、現在の地表面はここですね。でそれから50センチか70センチのところで、まあ、地山を掘削した跡が綺麗に出まして、ここの部分は土を持って、敷石と呼ばれるですね、まあ、石畳のようにですね、人の頭前後の大きさの石をびっしりと敷き詰めておりました。でこれが発掘調査の状況なんですけど、まあ、このようにですね、土の堆積した状況が分かるように土手を残して、細かく掘っていきます。国の指定の古墳を、発掘調査する機会はなかなか恵まれなかったんですけど、このような形でですね、発掘した当時の状況が伺えると思います。でこれが土が堆積した状況ですね、これがおよそ1450年ぐらい前の、当時の層で、これが現在の層ということになります。で、こちらが、びっしりと敷かれたですね、敷石の跡ということで、こういった敷石の間からですね、各種の土器等が出ております。で、今私たちが中に入って見える地表面というのはここですね。で、それよりさらに50センチか70センチ下の部分でこの敷石が出てきておりますので、当時の、埋葬された表面がここということになるんですが、この、人物の大きさと比べてかなり大きな石材を使っているというのがお分かりいただけると思うんですが、現在立っているこの位置でも十分大きな石なんですが、さらにですね、巨大な一枚の石ということがこの発掘によって分かりました。で、こちらは周溝ですね、堀の部分に、まあ、割られて、巻かれてた水器と呼ばれる硬質のですね、ネズミ色をした土器なんですが、洗って接合しましたらこのような形に復元できたんですけど、当時はまあ、死者とですね、最後のお食事を取った後に、そういったお祭りで使った、食器を割って巻くという行為、破砕散布といいますが、そういった行為が行われております。でも徹底的に割って巻くので、このような形で割れて出てくることが多いんですが、それを新たに組み直したものがこちらですね。で、この石器の年代によっておよそですね、6世紀の後半代のですね、年代が分かりました。で、こういった破層と呼ばれるこの石器なんですけど、通常はこのように穴を開けただけなんですが、中溝と呼ばれる今の急須のようなですね、注ぎ口をこれつけているということが分かりましたので、こういった珍しいですね、機種のものも出ております。で、このように一部ですね、溝を掘って確認をして、この墳丘と堀の範囲がどのようなものであったかっていうのを確認した後が、この TR って書いてるトレンチと呼ばれるですね、溝です。でこの溝の、調査結果、確認した状況を図面上にですね、落として、で、復元したものがこちらなんですが、こちらがですね、墳丘の範囲ですね、この
紛糾の範囲が豊富ということが確認されているのと、このですね、紛糾を取り囲むように四角い形で、堀が巡っているということが確認されたのが大きな成果でした。で、この古墳は円墳ではなく豊墳という可能性が非常に高くなりまして、当時前方後円墳からですね、このように豊墳に移行した初期の段階の、古墳ということで、この豊墳を作るですね、ことができる師匠というのも限られておりますので、この古墳をそのまま奈良とか大阪に、移動したら本当にあの天皇陵で扱っていいぐらいの古墳だよっていう研究者が非常に多く見られます。それほどですね、もう天皇陵クラスというか、中央でもかなり権力を持った師匠のお墓とほぼ同規模の、墳丘や、石室規模を持つそういった古墳がこの町に見られるというのも一つの特徴になるんですが、これは後ほどまたですね、さらに、すごい古墳が出ますので、またそこの方でも説明させていただきたいと思います。でこちらが石室ですね。先ほどの敷石のところがこちらになるんですが、先ほどの写真ではお分かりがなかなかこう分かりにくかったと思うんですが、実はあの部屋が2つあるんですね。ここまでが入り口、先導と呼ばれるものなんですが、部屋がこことここですね。通常はこの玄室と呼ばれる、師匠の遺体をですね、収めるこちらの石室のみがですね、あって、先導と呼ばれるこのですね、道がつくことが多いです。特に奈良の古墳なんかは、原室と先導のみで構成されることが多いんですが、この北部九州特にこの建築地域、田川郡も見られるんですが、副室構造ですね、玄室がありまして、その前に前室というですね、一つの部屋がありまして、そこに、入り口がつく、こういった構造になっております。で、この2つの部屋の構造ですね、また後ほど説明させていただきますので覚えておいていただければと思います。でこちらのですね、石室については石棺はなかったのかとよく聞かれるんですけど、石棺自体の痕跡はちょっと認められませんでした。その石の破片とかもなかったんですけど、木棺ですね、棺に使われる釘とかも、明確には出てこなかったので、どのような形で埋葬されてたかっていうのは、不明な点が多いんですが、こちらのですね、敷石が外されたところから、平安時代のですね、土器が出てきておりまして、状況から、平安時代の人がお墓として利用したんじゃないかっていうことが考えられるような状況でした。古墳時代に作った石室を、自分の墓か、もしくはそのお祭りか、なんか儀式的なもので埋葬されたのか、その辺はよくわからないんですが、もう平安時代にはこの部分ですね、開口してて、人が出入りできるような状況にあったということが分かりました。で、蓋ですね、通常は古墳というのは閉塞といいまして、石を積み上げてこの部分を塞ぐんですけど、この古墳については開口部に従ってこう大きく開いておりますので、かなり天井が高い開口部になっておりますので、通常の閉塞方法ではこちらの古墳の入り口を塞ぐことは無理だろうということで、どのようにこの入り口を、閉じてたかということについてはちょっと、疑問が残るところではあります。でこちらが先ほどのですね、巻かれた状態でしとしたと言いましたが、そこからしとした水器の破片を接合して、
時速測ったものなんですけど、壺とかですね、各種の、いろんな儀礼に使われる道具と、あと大亀ですね、人が入れるぐらいの大きな亀の口が使ったので、まあ、お酒とか水とか入れる、そういった大亀の、破片が見つかっておりますので、こういったものも叩き割って撒いた痕跡が伺いました。でこちらが宝墳である立花塚古墳で、先ほどご紹介した古墳で、これが黒田小学校で、こちらが、綾塚古墳ですね。先ほど、まあ、古墳が800基ほどですね、展開している丘陵というのがまさにこの丘陵になりまして、その丘陵の突端を利用して、作られた巨大な円墳ですね。で、先ほど、市長のお墓が前方後円墳から宝墳に移行したというふうにお伝えしたんですが、この古墳についてはなぜか円墳を採用しておりまして、ただこの石室規模ですね、奈良県の、石舞台古墳という非常に有名な、この時期の古墳があるんですが、その、天皇の側近クラスの墓と見られている、古墳の石室とほぼ同規模の、石室を持っている非常に大きな石室を持つ古墳として知られております。でいずれもですね、この綾塚古墳もこの立花塚古墳も国の指定を受けている古墳です。でこちらが巨大な石室の開口部になるんですが、非常に大きな石材をですね、用いているということがお分かりいただけると思います。で人と比べてもかなり大きな石材を用いているのがお分かりいただけるんですが、南から見たらですね、このような形で、満場してたような円墳の側面が見えます。でこれが上から見たところなんですが、満場型の円墳ですね、でここの部分に、U の字型の堀を持っておりまして、ここの部分は実はここから先は山とつながってるんですね。だから丘陵の、突端部分を、堀、大規模な堀を作ることによって、削り出して、その削り出した土を前面に持って、この墳丘を構成しているということがお分かりいただけると思います。こちらが墳丘の実測ですね。で先ほどの綾塚古墳や、石舞台古墳についてはこのようなですね、石室の天井部がありまして、このような形で、まあ、墳丘の土が通常はあるんですが、この古墳に限っては、まあ、その墳丘の土が覗かれておりますので、石室の天井石がむき出しの状態になっております。でこちらが、先ほどの立花塚と同じように、石室の実測図ということになるんですが、この一番奥の部屋にあるのが、この地域では唯一の家型石棺ということになります。家型の石棺ですね。で、こちらは機内の方の、そういった市長墳によく見られるそういった石のですね、棺によく似ております。で同じように、石室が2箇所ですね、ございます。で、さらに巨大な石を使っているということが図面じゃちょっと分かりにくいんですが、このですね奥壁については1枚の石でですね構成されている非常に大きな花崗岩を、使った、石室を築いております。こちらが石棺と奥壁、側壁ですね、どれも1枚の石、ここはちょっと若干積んでおりますが、巨大な花崗岩で構成された石室ということですが、これについてはもう実際にですね来て見ていただくのがもう一番だと思いますので、こちら先ほどの古墳も含めてですね、
見学したい方については博物館の私の方までご連絡いただければご案内させていただきたいと思います。で、こちらのですね、石室の石材についてはいずれもこの周辺で、言われる御影石花崗岩なんですね。で、今でも墓石等で、利用されるように非常に硬い石なんですが、この石棺の石材については、デイサイスト質凝灰岩と呼ばれる、火山灰質の、若干柔らかい、石材を使用しております。で、家型に加工されておりまして、この部分が、蓋ですね。で、ここから下が棺なので、大きな石をくり抜いた箱を連想してください。で、この大きな石をくり抜いた箱、バスタブ状のですね、箱の中に王様の師匠の遺体を入れて副葬品等を入れて、最終的にはこの家のですね、形をした屋根の形をした蓋をかぶせるということになります。で、この石材については、宮古町で採取できない、非常に特殊な石材を使っておりまして、どこから運んでこられたものかっていうのは未だに不明なんですね。いろんなところに鑑定出してるんですけど、なかなか、産地の同定ができない、非常に特殊な石です。研究者の中にはこれ機内から運んできたんじゃないかっていう研究者もいまして、いずれにしても遠方からですね、これだけ巨大な石棺を運搬してここに据えるだけの 技術やですね、力を兼ね備えた市長がここにいたということは確実なようです。これ私と比較したところなんですが、これが家の石棺の蓋ですね。で、上から見ていただいたら分かりいただけるように十文字にですね、ひびが入っているのが分かりいただけると思います。これ江戸時代の初めにですね、小倉のですね、お殿様が、この石棺を小倉に運べという命令を出して、で実際に運ぼうとしたら石室からこう出すことができなかったので、割って出そうとしたら災いが起こったので、ここにですね、戻して、祀ったというふうに伝承が残っておりまして、現在もこの古墳自体が女帝神社という神社として信仰の対象になっておりまして、石棺の前にはこのようにですね、御幣が建てられております。で、一種のパワースポットにもなっておりますが、このようなですね、痛々しい姿で残されているのはそのようなですね、経緯があったので、今でも家型石棺を見ることができる、皮肉な結果になったわけなんですが、よく見ましたらこのような形で家型の屋根、家の屋根のところにですね、突起が出ております。こう出っ張りがありますが、これ縄をかけるためのこれフックなんですね。石でできた蓋なので非常に重たいからですね、このような縄をかけるフック、これ縄掛け突起と言いますが、これが作出されておりまして、長辺に2対ですね、短辺に1対の合計6箇所に、このような形でロープをかけるためのフックがあります。これが一つの特徴ですね。これ奈良の石舞台古墳なんですが、このような形でですね、非常に大きな石を使っているんですが、やっぱりこの石材と比べても見劣りがしないんじゃないかっていう研究者も、いるぐらいですね、非常に巨大な石室であることは間違いないということで、石室構造も複質でかなり特殊な地域性を持つものなんですが、中央のですね、このような巨大な古墳に匹敵するような、そういった石室を持つ古墳がこの地方にですね、作られた背景というのが非常に気になるところです。で、これが先ほどの実測図ですね。
8文字に割れているのがお分かりいただけると思います。で、あのような石をどこから持ってきたのかっていうふうによく言われるんですが、古墳がですね1センチほど展開すると言いました先ほどの丘陵をですね、あそこの丘陵自体がもう花崗岩地帯でして、丘陵の、端にある胸の観音という山にはこのようなですね、巨岩が岩屋として祀られておりまして、奥の院の方にはこのようなですね、岩塊を見ることができまして、いくつも露頭がですね、確認することができます。このようなですね、花崗岩が豊富に採取できるという立地もあそこに古墳を作った一つの理由じゃないかっていうですね、見解もできるところです。で、こちらがですね、先ほどの図面に残る展開図に残るんですが、ここは先ほどの大きな石がですね写真で見られました胸の観音ですね。で、尾根状に古墳が展開し、谷はですね、今度は水が通った跡があるので、ここの部分だけ石材が露出するんですね。で、この山自体がもうほとんど花崗岩でできておりますので、尾根に、古墳が展開し、谷に、石材の露頭が見られるということで、この露頭の石材をうまく運び上げれば、ここまでですね、古墳を展開させることも、そこまで、無理なく、豊富なですね、石材をうまく利用して、このような群衆墳の展開に至ったんじゃないかというふうに考えております。機内のいろんな研究者の方にも見ていただいたんですが、この図面だけ最初に送った時はここまで古墳を分布しているっていうのがにわかにはちょっと信じられなかったっていうですね、感想をいただきまして、図面だけ見たら確かにもう奈良とか大阪の一部の古墳をしのぐようなんですね、そういった群衆墳の展開が伺えるところです。で、一つのですね、群衆墳、これ本当ごく一部なんですが、このような古墳が800基ですね展開して、大きなものについては先ほどの胸の観音の、参道にあるものについてはこういうふうにミニ胸の観音のようなですね岩屋信仰がされて、仏像がですね祀られているところもあります。で、これは私担当させていただいた発掘調査で確認された群衆墳の一つなんですが、これが先ほどですね立花塚のところで説明したように古墳の入り口を塞いだ閉塞の跡です。で、首長の、ご遺体を入れた玄室がこちらですね。通常はこのように先導と玄室というパターンが多いんですが、この玄室の天井の石を外して発掘調査したところがこちらです。で、何世代かですね、家族墓なので、埋葬するんですが、その時にですね、埋葬された時がこのようにきれいな形で出てきておりました。7世紀の段階のですね、群衆墳ということが分かりました。で、これは別の群衆墳からの発掘調査した状況なんですけど、いずれも未洞窟で、墓泥棒に遭ってない古墳だったので、きれいな形で、埋葬した当時の状況がですね、分かるように、検証されたんですが、この古墳については、ここにおそらく木簡があって遺体がここにあったというふうに考えられてまして、剣と刀が2本ですね。で、お守り方がこうっていうふうに完全な形で出てきたものです。で、こちらは先ほど複室構造ですね、原室と前室というふうにお伝えしたんですけど、もう一つ前室がある古墳が群衆墳の中には一つ3基見られまして、
勝山古墳群というところの古墳の中にはこのように3室ですね、3つの部屋を持つそういった特殊な古墳を見ることができました。でこういった古墳っていうのは非常に地域性の高い古墳でして、まとまって見られるところは壱岐ですね、壱岐対馬とか壱岐の壱岐で、見られる古墳にこのような3室の古墳があります。そういった地域性が地域が限られるですね、古墳の特色を兼ね備えた石室が見られるということで、この3室構造の横穴石室、があるということから考えても、壱岐と、この都町の勝山が何らかの形で交流があったんじゃないかということが伺える資料です。で、こちらが、一つの結論なんですけど、首長の系譜をたどっていった、勝負の一番最後の段階が庄屋塚古墳で、その後には綾塚古墳以降の首長はちょっと確認することはできないんですが、何らかの形でですね、また群衆墳の中にそういったこれに続くような古墳が見られるかもしれないので、今そういった面を含めて調査をしているところです。で、これは先ほどの綾塚古墳とですね、関連するところなんですが、実はこのウィリアム・ガウランドっていうですね、明治期に入って、コインを鋳造する技師がとか技術がなかったので、イギリスの方からですね、お雇い外国人として、招聘されて、明治4年に現在の造幣局、この時は造幣寮と言ったんですが、が完成した際に技師として招聘された人物の中にこのウィリアム・ガウランドという方が含まれておりました。で本来の職務は、鋳造技師ですので、コインに携わるですね、貨幣の鋳造に携わる技師だったんですが、休暇を利用して、登山とか、いろんなですね、分野を幅広く、日本で、観光に行ったり、体験したりとかするんですね。で、山岳会と考古学会で非常に大きな足跡を残した人物としても知られておりまして、日本アルプスというですね、名前を付けたのは彼であったりとか、日本で最初に登山靴をですね、持ってきたのは彼ではなかったかというですね、説もありますように、登山界でも有名な方なんですが、彼の最もですね、功績があったものの中に、古墳のですね、調査記録があります。で、全国つつうらうらいろんなですね、古墳を調査してるんですが、現在でも考古学で話題になるようなそういった主要古墳にピンポイントをですね、彼は訪ねていって、そこで、特に重要なものとか、非常に、特徴的なものについては実測図を残しております。で、こちらのですね、綾塚古墳、先ほどのですね、石棺のある古墳の横穴石室の実測図を残しているんですね。で、この実測図、実は現在もイギリスの大博物館の方に寄贈されておりまして、彼の論文の中にですね、いくつか、そういった古墳の記録があるんですが、豊前の黒田村の古墳の記録で、読んでみたら、先ほどの綾塚古墳の記載ということが分かりまして、景行天皇のですね、妃の墓じゃないかっていう記載があったりとか、行橋のですね、御所型にっていうですね、そういった国指定の皇后石のですね、記載があったりとか、そういったこの地域の、
考古学的な位置づけをもうこの時すでにですね、彼なりに論文で、に執筆して、おります。でその論文執筆の際の、添付資料として先ほどの実測図が掲載されたんですが、このですね論文については、イギリスで発表されたので、その後ですね日本の研究者がこれを見ることは機会はほとんどなかったんですけど、現在両方参考地とかそういった立ち入りが規制されている古墳の、実測図等も含まれておりまして、日本の古墳の研究、古墳を研究する上では非常に重要な資料を提供してくれるですね、彼の記録はガウランドコレクションとして、大博物館の方に実際あるんですけど、その中の実測図の一つに会津古墳のですね、実測図が含まれておりました。で、現在その実測図のですね、現図見させていただいたことがあるんですが、会津古墳の、駐車場を数年前整備しまして、その時にこの実測図のですね、原本から、撮影させていただいたものを、看板の方ですね掲載しておりますので、もしご覧になりたい方はですね、その看板をぜひ見ていただければと思います。実際にまた来ていただければですね、私も説明させていただきたいと思いますが、この古墳と合わせてその記録もまた素晴らしい記録が残っているということもですねお伝えさせていただきたいと思います。でこれは彼がどのようにその古墳を抽出していったかというのが今まで謎だったんですが、これ自分なりの一つの見解なんですけど、明治4年に全国の陵墓の調査をやってるんですが、これは地元に残るですね塩屋さんの記録の中に見られる会津古墳の記録でもありますが、このような全国の古墳の調査記録を何らかの形で入手して、で自分の研究対象になる古墳をピックアップして、ピンポイントで巡っていったんじゃないかというのがですね、自分の、一つの考えではあります。でこちらは、博物館の近くにある豊津の兜塚古墳になりますが、こちらもですね、非常に立派な形のよく残った6世紀の後半の終末期の砲墳ということになりますが、この頃の砲墳としては九州で最大の砲墳という位置づけをされております。で、こちらのですね、古墳が九州最大で、先ほどの立花塚古墳ですね、勝山地域にある立花塚古墳が九州で第2位ということで、九州で最大の砲墳と、第2位の砲墳がこの宮古町に、位置しているということも、この地域のですね、周辺地域における優位性というか、これだけ立派な終末期の砲墳があるということは、本当にかなり強大な力を持った市長がここにいたというもう揺るぎない証拠ということになりますので、そういった面でも注目される遺跡の一つということになります。でこちらは剣道兜塚古墳ということで、先ほどの砲墳の近くに定下している円墳なんですが、これは二重の周高を持つ非常に特徴的な古墳です。で勝山地域に立花塚古墳、会津塚古墳という砲墳と円墳のセットがあり、豊津地域に兜塚砲墳と剣道兜塚古墳というこの古墳ですね、砲墳と円墳のセットがあるということで、非常に特徴的な離れた2地域ですね、宮古郡と中津郡にそれぞれの首長が円墳と砲墳で一致しているということと、黒田地域には会津塚古墳の背後にある一線記憶堀群衆墳が展開しておりますが、
この豊津地域も、1000基を超えるですね、今度は横穴坊ですね、大穴坊が展開しているというこの3点セットがですね、それぞれの2地域で、見られるというのも、この同時期に同じように展開した2つの地域を考える上で非常に重要なですね、資料ということになります。こちらですね、非常に整って整備されたですね、古墳です。でこちらは彩色壁画古墳なんですが、建築地域で唯一のですね、赤とか黒とかで、彩色が施された、古墳が宮古町の豊津で見つか熱海というところで見つかっております。でこれ結果を示すようにバツというですね、バッテンがされておりますが、このような形で石室内に装飾がある、彩色古墳というのは実は建築地域ではほとんど見られないんですね。高川の方では高川郡では御川流域に多く展開しているんですけど、建築地域では初の事例ということになります。でこちら川の上遺跡ですね、で見つかった、純金製の時間ピアスになりますが、こういったものとか、あと同時期のですね、横穴坊から見つかった鈴ですね、これも和具につけられたんじゃないかというふうに考えられるんですが、銅の板を、非常に精巧に組み合わせて作った鈴です。で、中には鉄の玉が入ってますので、振ればカラカラとなる、そういったものですね。で、先ほどのですね、貨物化方法は実は、全国府跡というですね、後の国府を見下ろす位置にありまして、なおかつ感動の分岐点にあるということも注目されております。で先ほど言いましたように円墳と方墳というですね、そういった2つの地域で同じような、古墳が展開しているということも特徴となります。で、豊津地域が先ほどの、兜塚方墳以後のですね、時代を見ましたら、後に国府国分寺が古墳の周辺にですね、作られるということになります。で今からですね、奈良時代の方に入っていきたいと思いますが、古代と現代のダムが共存する町というですね、これ、非常に珍しい特徴の一つなんですが、数年前に竣工しました、入原ダムですね、国内でも、新しいダムのに位置づけられるものなんですが、この最新のダムですね、横にはこういった竜のモニュメントもありますが、これが最新のダムとすれば、先ほどの、群州墳がこのように展開してたところのちょうど端ですね、もうここから先は行く橋になる、この白抜きのところが行く橋のエリアですね。でそのギリギリのラインのここに、宮古町池田という集落があるんですけど、この長細いこのエリアが、古代のですね、ダムの包みだったと思われるですね、遺跡が見つかったところです。池田遺跡と言います。で、こちらについてですね、ご紹介させていただきたいと思いますが、こちらですね、この丘陵と、この集落の突端にある丘陵を人工的な包みでですね、包みを築いて、こちら側に貯水をすれば大きなダムができるというですね、ものになります。でもともとこの池田っていうこの集落の名前については、この周辺に大きな池があったことに由来するから池田っていうですね、名前がついたっていうふうに古くから
伝えられてきたんですね。で、ただそれはあの大きな池の伝説に過ぎなかったんですが、今から20年ほど前ですね、2001年度に、こちらが99年度に調査したエリアで、こちらが2001年度に、調査した箇所です。で、こちらはですね2001年度の航空写真になるんですが、99年度の調査ではもうあのほとんど何も出なかったんですが、こちらのですね2001年度の調査では、かなり特徴的なですね池の痕跡が検出できました。でこちらが真上から見たところなんですが、この丘陵の出っ張りとこの丘陵の突端を人工的なですね、包みを築くことによってっていうあのダムのですね、包みの痕跡になるんですが、ここまでは自然地形を利用した、包みということが分かったんですが、ここから先ですね、実は人工的な、古墳のところで説明させていただきましたように半築と呼ばれるですね、土を突き固めて、築く、古代のですね土木技術を用いたそういった包みを築いた跡が明確にですね、検出したところです。でこれがその半築によるですね、包みの人工的な痕跡なんですが、さらにびっくりしたのがこの軟弱な地盤にこういう強固なですね包みを築いているんですが、この包みと軟弱な地盤の間にこのように木のですね、チップ状のものとか、中には、枝に木の葉っぱがついたそういったものを敷き詰めた痕跡が見つけ、あの検出されたんですね。で、これ色素な技法と呼ばれるですね、葉っぱ枝葉をですね、軟弱な地盤に敷くことによって、土留めもしくはあの土の崩落を防ぐそういった技術です。県内ではあの太宰府の水木等でですね見つかってるんですが、ただそういったあの技術っていうのは水木のようにあの、非常に有名なですね遺跡で、見つかることが多いんですけど、中国朝鮮半島から伝えられた技術で、なおかつあの使用が限られるぐらいですね、当時の遺跡の中でもあの限定される、技法ということになります。でこちらが、出土した木材なんですけど、先ほどのですね取水口の部分で、ここですね柱が、5本並んだ状態で地中に埋まった状態で見つかったんですね。それをどのようにして埋められたのかを、溝を掘って土層を確認しているところなんですが、このようにですね広く穴を掘った後に、柱を据えて、いろんな土を、倒れないように充填した跡がお伺いできると思いますが、この柱の下の部分ですねこのように穴が開けられておりまして、これはあの水木とかで見つかっている木材もそうなんですけど、木材運搬用のですね、穴が開けてられております。でこれはあの槍ガンナとかそういったあの調整した跡がきれいに残る木材なんですが、一番大きなもので、直径40センチですね、長さ 2.5 メーターというですね非常に大きな巨大な、木柱が見つかっております。で中でも特徴的なものがこの線ですね、木の線なんですが、このようなあの古代の、池の出水口が検出された例っていうのは限定されまして、で、大阪の狭山池ですね、日本書紀とか古事記等で、その登場する日本最古の、人工的なため池と呼ばれる、大阪の狭山池と、
奈良県の高取にある、薩摩遺跡ですね。それとこの池田遺跡、宮古町の池田遺跡、この3例ですね。で中でもこの木栓が見つかってる、木栓が出土したのがその奈良県の、薩摩遺跡とこの池田遺跡ということで、日本でたった2例しかない、そういった木栓の一つが宮古町の池田で出てるということになります。一本の木をくり抜いてですね、この絵を作出した非常に精巧なですね、まあ、線で、栗のですね木材を使用して作っております。で、これが大阪の狭山駅で見つかった、最古の取水口の跡なんですが、池田遺跡と同じように柱がですねこのような形で見つかってまして、中には導水管である木碑がですね、見つかっております。でこれは宮古町の池田遺跡で、見つかった導水管木碑なんですが、一部は集落に信仰の対象になって祀られているものです。狭山池のものとほぼ同じようなですね、形で U の字型に木材を削った痕跡が伺えます。でこの、場所にですねこの池があるんですが、このですね場所に、なぜ、もう当時のもう本当にハイテク技術の粋を集めたような、かなり力を持った、市長やそういった人物でないとできないような池がここに築かれたのかっていうのは本当にいろんな解釈ができるんですけど、宮古町の、このような大規模な群集墳とあと、立花塚綾塚のように、天皇とかその側近クラスに匹敵するような非常に大きな石室を持つ古墳が位置しているっていうことについては、今までは明確な理由っていうのが見つからなかったんですね。で、こういうその古墳が展開しているのがただ偶然そこにあったのかどうかっていう、深くこう今までは解釈はされてなかったんですが、今回のその池田遺跡ですね、渡来人の技術によって作られた、最先端の、まあ、人工的な池が奈良と大阪でしか見つかってないような、そういった池がこの宮古町の勝山で見つかっているということを考えれば、ここにですね、このような市長クラスの、中央とそんなに遜色ない非常に大きな市長部が展開しているというのは非常にこの地域の古墳のですね展開を考える上では重要な発見ということになりました。でなぜここにこのような市長がの墓が展開しているかっていう一つの根拠としてこの遺跡を考えるとすれば、やはり中央と非常に太いパイプを持った、市長がいた、もしくは、渡来人とですね密接につながった市長がいた、まあ、その2つを兼ね備えた市長がいたっていうですね、ことが考えられるんじゃないかということが言えますが、この位置づけについてはまたこれからもですねいろんな地域との比較をしながら、なぜここにこういった古墳が展開していたのかについてはまた皆さんに段階的にですね、ご報告できればと思います。でこれは中津の三隅池なんですが、中津にある小野神社の池ですね。こちらも、池自体が御神体という非常に珍しい神社になるんですが、まあ、宇佐神宮の祖宮と呼ばれるように非常に宇佐の、宇佐神宮とも密接につながった池の
一つなんですが、こちらの池については先ほどの、池田遺跡と同じような時代が想定されておりまして、発掘調査等でその取水口は見つかってないんですが、やはり半築による包みの跡とは見つかっておりますので、かなりですね、トラジンと、の技術で作られた池としては古手の池であり、なおかつこの宇佐地域で、この池がに見られる池ということが一つのですね、この豊の国を考える上では非常に重要な位置づけがされると思います。で、さらにこの池の土手ですねが感動のラインの感動になっておりますので、そういった面からも感動が先か 池の爪が先かという議論もされるぐらいですね、非常に重要な位置づけがされる古墳ということになります。で、これからは古代寺院のお話になるんですが、これ博物館のですね、軒丸と軒平と、シビというカラーなんですが、古代のですね、奈良時代の建物をイメージして作っておりますので、このようなカラーが吹かれておりますが、実際に町内から見つかった古代寺院のですね、遺跡から出土したカーラーを現在の館に直したものが吹かれております。この鬼瓦もそうですね、こういった作りになっておりまして、これは実際に上坂廃寺っていう ところで見つかった、軒丸瓦の、古い段階の瓦なんですが、古代人がですね、太宰府周辺に2ぐらい多く展開しておりまして、当時の寺院というのは単なるその宗教 を、ね、広めるための、施設というわけではなくて、天文学であったり、土木であったり、そういった技術を教える大学の、機能を兼ね備えたということもありまして、古代人が多く展開しているところっていうのは当時の、文化であったり一つの拠点であるところが多いということが言えますが、宮古町はまさにそのですね、古代人が多く展開する地域の一つということになります。でこちらの瓦は、このようにハスの花をですね、モチーフにしたものということで、朝鮮半島の百済なんですね、瓦によく似ております。で、先ほどの宮古くんの帽子の元になっておりますこのようなですね、武前国分寺三重の塔が現在県指定文化財で、位置しているところなんですが、町内外からもですね非常に多くの観光客が訪れておりまして、当時のその塔は七重の塔として、別のところに建てられてた可能性が非常に高いんですが、北九州市からですね、宇佐という非常に広範囲な地域が、古代のその武前の国というですね、一つの国だったんですが、その中心である現在の県庁が国府で、一つの中心となるお寺が国分寺という、この2つが宮古町の豊津に作られているのも、この地域のですね、歴史を、考える上で非常に大きな、歴史的な文化的な舞台になったところということが言えると思います。で、余談なんですけど、また雪が降ったらですね、これからの、季節このような俗にインスタ映えするようなですね、写真が撮れるので、雪が降った日に国分寺三重の塔に来る方結構多いんですね。運が良ければこういった写真がお撮影することができます。でこちらは宇佐の、国蔵寺というですね、
法蓮ゆかりの、お寺で、見つかった線仏と呼ばれる太地上の、まあ、仏像があるんですが、そこ以外で、九州で見つかったのは実はこの国分寺の近くで見つかったこの1枚だけですので、宇佐地域とのですね、関連がうかがえる資料としても注目されるものです。で、これが古代のですね、まあ、奈良時代の国の、エリアとその中心となった国府が置かれた場所を示しております。太宰府以外のところで図示しているところなんですが、この範囲がですね、豊前の国ということで、その拠点となった国府の跡が宮古町の豊津で見つかっております。でこちらがですね、国府の成長跡なんですが、この道を500メーターほど行きましたところに先ほどの、九州最大の兜塚宝墳が位置しておりますので、やはり何らかの形でですね、関係があったということが伺えると思いますが、この範囲が成長の跡で、門があって正殿があって脇殿があってっていうですね、現在、まあ、史跡整備されたところがですね、を見学することができます。でこれが武田国府跡から見つかった木簡なんですけど、まあ、町田に使った木簡とかそういったものもしてまして、他にもすずりとかですね、いろんなものが出てるんですが、国府の遺跡からではないんですが、その周辺から古代の8世紀代の墨が出てきておりまして、作った人の名前が確認できる墨としては奈良の長宗院とあと数例しか見つかってないので、そういう面でも貴重なですね、位置づけがされる、遺跡ということになります。でこちらが古代の高速道路環道ですね、の発掘調査したところの写真なんですが、これが現在の、高速道路がこちらになりますが、この歩道がこうなんですね。ということで、これから少し南に行ったところでこの環道と、現在の高速道路が交差するところがあります。ということで、およそ千数百年前の、古代の高速道路と現代の高速道路がですね、一緒に位置する非常に全国でも珍しい特色もあります。で、先ほどの三隅池ですね、万葉集の中にありますこの梅花の宴が令和の、まあ転居になったというふうに言われるんですが、この令和の歌を詠んだ大友の旅人というですね、この人物が実は先ほどの感動を通って太宰府に行ったんじゃないかっていう研究者も多いんですけど、豊前のですね、国司今でいう先ほどの、ここに勤めてた、現在でいう、県知事にあたる方ですねと大友の旅人が隼人の乱を鎮める際にですね、先ほどの三隅池の駒を刈り取って駒枕にして、それを八幡神の依り代として、隼人の乱に馳せ参じたという記録が見られまして、ここの、まあ、現在でいう県知事と、太宰府で、まあ、令和の歌を詠んだですね、大友旅人という人物が交流があったということが確認されております。で、大友旅人は歌人であるイメージが非常に今定着しているんですが、実は武人ですね、軍人であったことも知られておりまして、隼人の乱の鎮圧に向かうんですが、その際に、まあ、軍神として有名な八幡神の元になる駒枕のですね、駒の
よりしろを作って、おみこしに乗せて、っていう記録があるんですが、それが現在お祭りで使っているおみこしの、ルーツになったということが言われております。だからそういった宮古町のですね、豊洲にあった豊前国市と、令和の天橋になった歌を読んだ人物との交流が伺えるということで、宮古町は余談になるんですが、まあ、昭和の言語を考えた人物が宮古町勝山出身でして、その人物は平成の天皇のですね、名前と称号も考えておりますので、宮古町はこのようなことを考えれば、昭和、平成、令和というこの3つのですね、言語とも関係する町と言ってもいいんじゃないかなというのが一つ、言えるところです。でこちらはですね、日本領域というですね、まあ、記録がある、あるんですけど、その日本領域と呼ばれるですね、中に猫の記録があります。で原点はタヌキとして、記されているんですが、実はこれタヌキじゃなくて猫なんですね。で、この猫の記録が最初に出てくるのがこの、先ほどの豊前国府で勤めてた方が、夢を見るんですけど、その中で、猫が出てくるんですね。で、まあ、この日本領域と呼ばれる、そうですね、摂和州ですね、なんですけど、まあ、薬師寺の僧によって、書かれた摂和州ということになるんですけど、その中で柏出の御喰広というですね、人物が見た、夢の中に、この猫が登場する物語が日本最古の猫の記録ということになりますので、猫の歴史とも関係するというですね、非常に面白い、歴史も見られます。でこれ左のものは夏目漱石のですね、我が輩は猫であるの猫が亡くなった時の死亡通知ですね。冒頭でご紹介させていただきましたように夏目漱石の弟子である小宮豊の資料の中に入ってたものなんですが、今博物館の方でこれ展示してあるんですが、この、夏目漱石がですね、特に親しい4人に宛てて書いたおはがきということで、猫が亡くなったのをですね、箱に詰めて庭に埋めました。で、今漱石が三四郎を執筆しているので、まあ、回想には来なくていいっていうですね、はがきなんですが、黒縁にしてあるのは猫の死を悼む毛を表しているというふうに言われておりまして、漱石のですね、人柄を調べまれるですね、お手紙としても有名なんですが、このようには最古の記録とか、日本で一番有名な猫の死亡通知とか、そういったものがですね、あるのも宮古町の博物館の特徴ということになります。でこれは先ほどガウランドの記録にありました五所方の皇后石ですね、古代の、関東防衛の拠点として作られた、古代三条ではないかというふうに言われているんですが、この土塁の一部が宮古町に、まあ、かかっておりますので、この皇后石とも関係しているところです。で、以上でですね、終わりますが、このようにまだ紹介しきれてないものがいくつもあります。で、これ以外にでもですね、野外のいろんな遺跡がありまして、宮古町ですね、まあ、多賀郡と非常に
近い距離にありながらお互いのことをあまりまだですね、よく知れてないところが多いと思いますので、もし皆さんですね、宮古町まで足を伸ばしてみようということがありましたら、まず博物館に来ていただいて、このような、歴史をですね、見ていただいて、で、いろんな史跡をですね、回っていただければ宮古町のことがもっとですね、に興味を持っていただけるんじゃないかと思います。で、そのご連絡いただければ皆さん団体でも個人でもですね、今日お話しできなかった内容も含めて、皆さんにいろんなことをご紹介させていただくことができると思いますので、ぜひですね、宮古町史跡と博物館ですね、来ていただければと思います。本日はどうも、貴重なお時間いただきましてありがとうございます。これで終わります。